ブルーベリーのね花咲きましたですね。新芽の方も出まして、まあ剪定やらなきゃいかんなということですね。花はね、まあご覧の通り、銅弾ツツジそのものなんですよね。ですからブルーベリーっていうのはツツジ科だと思いますけども、確かそうだったと思います。なかなかこれ豪快なタンポポの綿毛ですね。細長いタイプの花になりますよね。ですからこの株はまだ花ばっかりで新芽がないわけですね。ただこれが全部実っちゃうと非常に木に負担をかけるので、こういうのこそね早めに花芽剪定をしないといけないんですね。この株などもね、もう豪快に花がついてますね。これは多すぎるぞということなんですが、早くやらないといけないですね。まあこの後タケノコ掘りもあるんですよ。ですからこの春というのはね、一斉にこの仕事がね、この混んでしまいまして、本当に追いつかないですね。これはこれでまたちょっとね、細長い感じの赤い花になってますね。このくらいの花の量ならまあそれほど慌てて剪定しなくてもね、がつくんじゃないかと思いますね。さっきのように多すぎる株ですね、これが問題なんですね。これは赤い花が咲いてますよね。まあ赤いってのは額が赤いってだけですけど、問題なのはこっちに白い花が咲いてますよね。でこれらは根っこがつながってるわけですよ。ですからこれもおそらくこのね、大玉ハイブッシュに接ぎ木したんですけど、接ぎ木内の方がね大きくなってしまった例ですね。まあどうしようかということですね、これね。ここのタラはねまだ食べれそうなので、今日ちょっと取ってきましょうね。畑全体はね草刈りも必要です。はい、それでは早速ね花芽剪定をやりましょうと。でどの株でやってもいいんですけど、ちょうど先ほどね、この木がね花がつきすぎだということなので、これでやります。よいしょっと、さてと座ってやりますが、まずは内側と。これなんかでもものすごいなると思いますよこれね。ただこういうのは下へ下がっちゃうんですよね、地面ついちゃうんで。まあこれはね、この辺の内側も取りづらくなるんですね。これもね下に下がってるからね、この辺のも いらんね。
ういうとこきちっとね、切っておいた方がいいですよ。こういうコブになってるとまたそこから出るんですね、新しいのがね。これも取りにくくなるね、小枝はね。うん、こっちか。例えばこれなんかですと、上から相当量の房があるね。こんなものは下がってしまうし、木に負担がかかるので、カットで、まあ、そうやって考えるとここなんかも一緒ですよね、これね。数が、まあ非常にこの、多いですね。まあ、半分はいらんわね。これは、まあ、下向きに出ているからね。これはまあいいとして、これね。まあ、木全体のバランスからすると、やっぱこれはいらないですね。うん。よっこいしょっと。いや、ちょ、反対から見ますけど。こっち。これはね、ひどいよ。こうなるね。これはね。これはすごすぎるね。もう半分はいらんね。こうやね。はい。まあ、こういうものもいらないですし。この辺は、多すぎるね。これはね。うん、違う。もういらなくて。これ一つ二つ三つぐらいあるでしょう。これがいらないよね。これがね。こんなんなんですけどね。だからこれだけの栄養分がね、もう花に行っちゃったってところが、もう、剪定としては遅いですよ。うん、これね。やっぱりそんなね、腰油の観察とかやってやっとる場合ではなかったんだけど、まあ、ついね、ああいうこと。音が遅くなってっちゃうっていうことですね。よっこいしょっと。よいしょっと。上の方もかなりあるんですけど、ただ上はね、たくさんなってもね、まあ大丈夫。これだと下がってくるのでね、やっぱり、どうやな、このくらいいらんかな。かな、これ。ん？こっちですね。よいしょっと。ん？細かいな、カット。まず基本的に細かい枝に、ついている実というのはあまりいいものにはならないと。枝自体がしっかりしないといけないですね。半分ぐらい。この辺かな。ここで行こうか。こんな気いらん。うおぉ、この辺もすごいね。重なっとるな、いっぱい。よいしょっと。内側入っとるね、これね。内側はダメね、全部。これもまあ いらんね。結局この実がなった時にね、この内側へ手突っ込んで取るって結構めんどくさいんですよ。で、まあ一応毛虫に関してはきちっと事前に取ろうと思いますけど、特にイラガってやつね、に刺されると嫌なので、とにかく内側の空間を開けておいた方が光も当たるし作業もしやすい。まあ、この辺は一つの、まあ、方程式でしょうね。まだ上から見たらこんなんやでね。これで葉っぱがいっぱい出たら、本当にまた、ぐしゃぐしゃになってしまうという。
ちょっと。この株は多すぎですよね。花同士が絡まってまっとるからね。うわ、どうなっとるんや。よいしょ。この辺まだつぼみですね。これから開くっていう。こことここがもう絡まってるもんね、花同士がね。花同士が絡まるっちゃどういうことやっていうことですけど、これ実際なったらすごいと思いますよ。これまあ、真っ直ぐ立ってることはできないでしょうね、これね、重みでね。やっぱもう無理やね。垂直な枝ではあるんだけど重さに耐えられないだろうと。そうするとこれもダメやな。側か。ねえ、いっぱいあるね、これ。多いね、これ。片っぽいらん。下の方か。下の方は太陽光が、あまり当たらないんですよね、これ。まだちょっと相当多いんで、ちょっとカメラ持ちながらじゃなくて一回掃除してからビフォーアフターの図を見せますので、とりあえず今ここまでやりました。もうちょっと減らします。あんまり変わらないように見えるかもしれないですけど、一応これでね、花の数は半分ぐらいにしたつもりです。これでもね、でおそらくどうか150センチぐらいの木にしては、実がなりすぎで、実がっていうか花がなりすぎで、本当はもう少し少なくしないと木そのものが成長しないと思います。まあ今年はね、ちょっとこれ実を食べさせてもらいましょう。次に目についたのはこの木なんですが、これはね、大玉ハイブッシュなので、それほど木は混んでいませんっていうか、まあ、これでも混んでるんですけど、まあ、それでも何ていうかな、ラビットアイに比べれば、混み合わないんですね、これでもね。ただ、見ての通り非常に変な形をしてますね。ですから、長年手を加えませんと、もうとんでもない形になっていきまして、特にこんなんね、ここになったところで絶対こうなるよ。うん。ちょっとこれはもう掃除が必要ですよね。じゃあちょっと全体を見てみましょう。いろんな方向に枝が出てはいるんですけど、やっぱりこのハイブッシュ種の特徴として、ラビットのように細かいものがいっぱいは出ないと。だからまあ、掃除剪定も、それほど、労力はかかりません。で、簡単にパパッとね、いくと思いますよ。このお隣はラビットだと思いますね。かなり、混んでますし、そのさっきのようにね、実の数が非常に多いですよね。ですからまあ、
細かい玉でもたくさん食べたいっていう方にはこれは向きますので、丈夫いしね、枯れにくいし、あとまあそのなんていうかな、時期が違いまして、こちらの方が6月ぐらいですねを中心になるのですが、こっちは7月から8月ということね、1ヶ月から2ヶ月ずれますので、まあ私のとこみたいにね、摘み取り園やってるようなとこだと、まあなんていうかな、時期をねずらせるという意味でも、まあいろんな種類があるというのは、まあそれはそれで面白いと。簡単に内側だけの掃除をしますけど、例えばこういう枝ですよね、緑色で元気のいいやつね、挿し木に向くんですよ。だからまたね、挿し木とかやりたくなっちゃうんで、いけないんですけどね、まあ、こういうことやるからちっとも仕事進まないんですけど、挿し木用の材料としてはこれはいい、とてもね、これもそうね、こっち側に伸びてますけど、まあ、こんな横向きの枝はね、挿し木用ですね。あとまあこれはその大玉ですから、これをラビットにその接ぎ木することによって、いわゆるね、唾液が丈夫で玉が大きいというね、いいとこ取りができるわけですよ。だからこれはね、まあこれさっきですね、挿し木じゃなくて接ぎ木、接ぎ木に使ってもいいなと思いますね。なんかすごい曲がってまったね。どうしてこんな形になるのかというんですけど、意外とこの種類は葉っぱが混まないもんで、それほど剪定しなくても実は大丈夫なんですよね。ただどうしてもやっぱ下へ下がってきてるね。よっこいしょっと、どうしようなこれ。ちょっとこの辺がややこしい、どうしようかな、よくわからん。まず内側から掃除しようかなと。これいらん、これこれここここ見えるかな、これ、ね、あれ飛びた、これか、これか、これを抜くとどうなるんや。よし取れた、どんな、これか、いいな、よし、はい、ちょっと再びカメラを止めてね、ビフォーアフターで後で見せます。まあ、一応こんな感じになりました。最終日はね、だいぶマシになったと思います。内側を開けただけですね。木の形は変ですけど、ハイブッシュはあまりその葉っぱがね混み合わないので、この程度の剪定でも扱いやすいわけですね。実の数も少ないです。その代わり玉が大きいということですね。これをやっていきましょう。
まあ典型的なラビットですね。やはりこの辺が問題でしょうね。かなり多いですね。で、全体的な剪定は、まあ去年の冬結構しっかりやったんで、割といいんですよ。木自体はスッキリしてる。まあね、ちょっと私は5、6年前の入院以降ちょっとね、サボったから、くしゃくしゃになってたんですけど、まあだいぶ去年の秋は頑張った。だからまあまあいい形はしてるんですけど、ちょっと、これは多いかなっていう感じなので、特にこの枝ですね、これ、ここが問題があるということですね。下から順番に掃除していきましょう。これね、これ挿し木用にいいよ。このサッカーかシュートか知らんけど。若いやつはいらないね。これか。まあ、まずは内向きのやつはダメと。よいしょっと。ちっこいのもダメですよ。あ、イノシシ。4つ、こっちか。これね、また、これか。これも多分下がるね、これね。半分やね。そっか、いっぱい出てきましたね。だけどやっぱだんだんこういう新しいのに更新していったのがいいですよね。だから古いやつをね、また今年冬に、まあ、実をつけた後に大なた振るって新しいものに更新というのがいいと思います。これか。問題はこの辺やね。混んでますね。やっぱり将来的なことを考えて下向きのものはね、結局まあ今年実は食べれるんですけど、まあどうせ取らないといけないですね、これね。これなぁ、どうしような、まあどうかな、まあ、まあギリギリ1個残しておこう。もったいない感じもするのでね、残しますけど、これはよいしょっと、こっちか。これね、両方にあるね、こっちとこっちと両方下がってるもんね。あ、ほら真ん中にもあるしな。上から見てみよう。よいしょっと、これか。
じゃあまたちょっと一時カメラを止めてね、ビフォーアフター。はい、一応完成の図ですね。まずこの辺なんですけど、短くしました。かなり なると思うのでね、これだけでも相当の量ですよ。だから樹木にはかなり負担がかかると思いますね。かかるけど、まあこの木は今年頑張ってもらおうと。だからやりようによってはやっぱりブルーベリー隔年になっちゃうんですよね。2年に1回たくさん実をつけるということになっちゃうんで、まあそういう意味でも花芽剪定上手にやってね、毎年取れるといいと思うんですけど、まあこれがんこちらこの木は今年頑張ってね、隣の木が来年頑張ってとかね、まあそんな感じでやってますけど、ということでね、久々のブルーベリー園でしたね。花芽剪定ということでした。以上でございます。